FA 戦線2021。2020年 FA 戦線はコロナの影響もあり、例年より動きが少なく、ヤクルト山田や中日大野、西武増田といった目玉選手がことごとく残留となりました。そして2021年、今年も新たに FA 権の取得が見込まれ、目玉となる選手たちが控えているんです。そこで一つの疑問が生じました。2021年に FA 権を取得し、目玉となる選手は一体誰なのか。というわけで今回の動画は2021年 FA 戦線を大胆考察していきたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。 FA 選手の特徴。元ロッテ里崎智也氏は自身のチャンネルで、 FA 宣言する選手には4つの型があると言います。夢追い型、優勝したいんや型、追い出され型、お金大好き型、そしてもう一つ重要な要素が結婚しているかどうかです。元中日監督落合博満氏は、選手に家庭があるかどうかで移籍する可能性が高まると言います。家庭があるということは妻子を養わないといけません。自分の一存では決められない、すなわちより条件のいいチームに移籍するということです。ちなみに DeNA から巨人に移籍した梶谷も新婚でした。 FA 選手。先日の動画で FA 取得する前の年に成績を落としてダウンテージを受け、 FA 取得の話題にすらならない選手が翌年に活躍して FA するケースが多いと話しました。ですので今回の予想では2020年の成績だけでなく、これまでの活躍もトータルで見ていき、2021年の FA の目玉たちをピックアップしていきたいと思います。また複数年契約して来期も FA 交渉の可能性がない選手は薄い灰色にしています。まずセリーグ。巨人、鍵谷陽平。今年は中継ぎとしてチームトップの46試合に登板、3勝1敗13ホールド、防御率 2.89 をマーク。9月に FA 取得するも、契約更改では FA について一切触れられず、2000万アップでサイン。今年の12月15日に第1子が誕生したこともあり、宣言の可能性は個人的に低いかなと思います。阪神、梅野龍太郎。3年連続ゴールデングラブ賞受賞。今年の契約更改で FA 宣言を示唆する発言をして注目を集めました。詳しくはこちらの動画で取り上げています。中日、祖父江大輔。今年は勝利の方程式の一角として54試合に登板、防御率 1.79、 30ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手に輝き、契約更改で3600万増の7000万でサインしました。しかし祖父江といえば、長年激渋すぎる年俸提示で辛辣な思いをさせられており、特に2019年の契約更改では44試合防御率 3.11 でダウンテージを受け放流。その後の加藤球団代表のコメント、早く FA を取ってくださいはあまりにも有名です。そして来年このまま順調にいけばついに FA 取得となります。ちなみに既婚者です。又吉克樹。今年は開幕直後に左脇腹痛のため2ヶ月の戦線離脱。復帰後は投球内容も良く、防御率も 2.66。 しかし契約効果では750万のダウンテージを受け、又吉は僕の中では後半の成績がチームの順位に直結したと思ったので、そこを評価してほしいと言ったが、結果的に前半の借金だとかいなかったことが響いている。実際2ヶ月いなかったので仕方ないのかなとコメントしました。続いて福田信正。2020年は不振に終わりましたが、16年から19年まで4年連続10本以上のホームラン。昨年は105試合で打率2割8分7厘、18本66打点でした。来年の活躍次第では一気に FA 戦線バッターの目玉として急浮上する可能性を秘めています。続いて DeNA 三上智也。16年から18年まで3年連続50試合に登板するも、19年に右肘手術。今年は10試合の登板にとどまりましたが、来年復活となれば一気に評価が高まるかもしれません。宮崎敏郎。2021年最大の目玉。今年の成績は113試合に出場して、打率3割1厘、14本塁打、53打点、4年連続規定打席到達、3回の打率3割、安定した成績を残しています。宮崎の出身は九州。九州といえばソフトバンク。ソフトバンクの生産塁手、松田が今年とうとう衰えを見せ、もし来年、松田が成績を残せず、若手の突き上げがなかったら、宮崎を取りに来る可能性は考えられると思います。宮崎は今年の契約更改後の会見で FA について聞かれ、それに関しては何も考えていません。しっかり来シーズン頑張ろうという気持ちの方が強いですと答えています。広島、大瀬良大地。本来なら超目玉となるはずだった選手ですが、今年は右肘痛のため11試合登板で5勝4敗、防御率 4.41。9月に右肘にメスを入れており、本人をキャンプに間に合わせるよう意気込んでいますが、どうなるかわからないのが実情だと思います。プリアレ。
今年は安定した投球で新人を森下とともにカープ先発陣を支えました。ただ九里は新人の時に野球ができる限りは広島でやりたいと生涯広島を宣言しています。ただ過去に生涯宣言をしても FA になると一席してしまうのがプロ野球、まあ、どうなるかは分からないですね。続いて堂林翔太、今年8年ぶりに規定打席に到達し打率2割7分9厘14ホールでは58打点と飛躍、契約更改で本人はキャリアハイを目指すと意気込んでおり、来年もさらに成績を伸ばしたら一気に超目玉となります。ちなみに堂林は愛知出身です。続いてヤクルト、ヤクルトは来季はいません。続いてパーリーグ見ていきます。ソフトバンク香山真也、今年は50試合に登板し3勝1敗防御率 2.10、4年連続で50試合以上登板。ただ契約更改では来年 FA 取得見込みもソフトバンクからの複数年提示はありませんでした。香山は FA について FA のことは取ってから考えたい、とりあえず来年も優勝するために頑張るだけ、あまり気にしていないと話しました。楽天唐島渉、近年は先発からロングワンポイントリリーフまでこなす評価が難しいユーティリティ投手、今年は不振でしたが昨年はチームトップの9勝を挙げており、来年の活躍次第は貴重な先発サマンとして評価が高まると予想しています。福山博之、戦力外から最も成功した選手の一人、しかし2019年に手術して育成契約となりましたが、今年支配下を勝ち取り14試合で防御率 0.75、 復活の兆しを見せています。来年に期待ですね。日本ハム秋吉亮、移籍1年目の昨年はクローザーとして25セーブを挙げますが、今年は大不振、契約更改では 50% 減の5000万を提示、来年の活躍次第で減額分を取り返すことができる出来高が設定されたとのことです。秋吉自身も皆さんに迷惑をかけた、自分がしっかりやらないといけないと来年に向けて強い決意を口にしました。太田大志、近年の交換トレードで最も飛躍した選手の一人、今年は自身初のゴールデングラブ賞を受賞。契約更改で FA について聞かれると、今のところ何も考えてないですね、契約をファイターズからいただいている以上は全力を注いで戦い抜くのか筋、このチームのために戦うだけと答えました。太田は広島出身です。ちなみに中田翔は来シーズンをもって契約が切れますが、2023年に開場する新球場を下見に行った時、まるで新球場でのプレーを心待ちにしているかのようなコメントを残していたので、生涯日本ハムなのかなと個人的には思いました。なおロッテ、西武、オリックスの選手は今回省かせてもらいました。現時点での2021年 FA の目玉は阪神梅野、 DeNA 宮崎、中日祖父江、広島堂林、ソフトバンク香山、日本ハム太田ですね。宮崎以外は全既婚者です。この6人以外で今年は不振だった選手も来年キャリアハイもしくはそれに近い活躍をすれば一気に目玉に躍り出ます。結論は来年の成績とあとチームの状況によりますね。というわけで今回は2021年 FA 戦線を考察させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。